あそこ超狭くないですか。あ、狭いですよ。やばいですよ。超ギリギリで。え、まだ赤入れて、この間じゃないですか、まだ。え、どうしたんですか、あれ売っちゃったんですか。あ、こっちに、普通に買ったやつで、こっちが俺が入ってたやつで。あ、え、また買い直したんですか。じゃあ買い直しました。すげえ、マジかよ。これモデル同じなんですよね。全く同じっす、位置が違うだけで。サイズはどんなことですか。サイズがフロントが10ですね。10の10.5、 10.5 の3。やる。あの人はバイトで20入ってるから質10っすね。これが当たんないっすか。当たんないっす。すっげえな。全部計算でもちょっと、なんと3度、4度ぐらい。何度だろう、でもレアに合わせてるから。 4ぐらいかな。4号とかそこら辺っすよ。20インチ回転機。あ、そうなんですか。なんか違います。どこでも行ける。車高高いっすね。はい。あれ、やるもん、あれ、なにこれ、バンパーが傷つかないようにガード的な意味で、ガード的な意味で買いました。汎用品ですか。汎用っていうのは専用のやつなんですか。すげえな。これ、高いんですか。あー、この、これのすか。はい。これは9000何本すか。あー、安いっすね。結構安いっすね。破壊し放題っすよ。破壊し放題。ガードっていうか、まじ本当はレクソンとか買おうと思ったんですけど、高くないですか。ガードにレクソンはな。これでもかっこいいじゃないですか。まあ、悪くないですよ。へぇ、こういうの売ってんだね、今。車庫帳入れて。車庫帳何買いたんすか。同じ新品買いました。え、また、はい、何ミツルっす、ミツル。おぉ、マジでミツルパー買いましたよ。どうですか、ミツル。あ、でも悪くないっすね。あの、バネレードとかの割に、はい、乗り心地良くないっすか。あ、全然いいっす、全然いいっす。買ったんすか。はいっすね。25万ぐらいしました。あ、そんぐらいっす。あ、バネレードはどんな感じですか。32キロ仕様の28。あ、俺と同じやん。あ、マジっすか。自分28の落としてるんですよ。ああ、そうそうそう、絶対落とした方がいいなと思って。ああ、ちょっとね、仕事量が多すぎるじゃないですか。32、32。自分もフロント28なんですよ。あ、同じです。だから32キロスペックでね。ああ、同じだ。じゃあ結構いいっすよね。結構いいっすね。あとちょっと出したらエアメイク変えちゃうじゃないですか。ああ、悩んだんですよ。あ、エアサスか。悩んだんですよ。そう、ただやっぱバネで走るの楽しいんじゃねって。誰か GS の後ろ乗りたい方いますか。新品ミツルパワーの車庫帳の20インチ仕様 GS4501、 誰か後ろ行きますか。一番あの買いそうな方。ああ、一番やっぱこれあの一番あの目指してこれが。ああ、そうですね。あの撮影場でできる店員車庫帳との違いをまたレクチャーします。ああ、いいっすね、これで。あれ、ダンディデカが乗りますんで。あ、どうぞどうぞ。ダンディ偽デカが乗ります。あ、そっか、知ってるんですね、一応。うん、偽物のケージで売ってます。偽物のケージでかっこいいですよね。20インチに変えて、車庫帳も変えてきたんです。綺麗ですよね、車体も内装もちょっとびっくりしました。じゃあちょっとお邪魔します。すいません。いや、ダンディーでか80度。じゃあすいません、2回目です。2回目。この内装見た方がいいですよ、ダンディさん。いやー、そんなのありますよ。これはキャメルっていうんですか。なんか、あ、キャメルっすね。煮詰めてないからうまいじゃん。いつつけたんですか、車庫帳。先週とかかな。先々週かな。本当そのレベルです、ね。俺でもここまでバッチリね決めてきたのさすがっすね。いやうん、ミツルはすぐ来ました。車庫帳。いや、早くしてくれって言ったらちょっとお金かかるけどいいよって。早くしてくれって言ったんですか。待ちきれなくて。そうそうそう。ホイールは来ちゃった感じですか。いや、ホイールは後から買ったっすね。ではあれですよ、ダンディさん、フロント28キロですね、これ。うわー、アクサでしょ。同じ。ダンディさん、マニアックだから知ってるんですよね。
俺の車庫帳の前そう、それが乗りましたから素晴らしく快適ですけどさすがレクサスっていうダニさんも GS はすごい気になってるみたいな。いやー羨ましいです。そうそうそう、今マーク X。 いやーマーク X の方がいいっすよ。そうですか。以前だって中期乗られてたんですもんね。そうですね、あのなんか車高がおかしいような、なんか同じような感じで結構落とされて、うん、そうっすね。その時はもっともっと、ね、着地してたんで、つらい地かっこいいっすね。やっぱそうっすね、ちゃんと走れるつらい地っていうね。ああもう大事っすよね。でも全然ガツガツ来ないね。来ないです。乗り心地がいい。すごくないですか。いやすごいびっくりいいですよ。やっぱ値段なりというかね。まあそうっすね。あ早っ、これベタですね。あすごい、3人乗ってこれだもんね。早いですね。早いっすね。これダンディさん欲しくなっちゃうんじゃない。いやでもマーク X の方が俺いいですけどね。どこなんか違いますよ。そうなんですかね。なんかその悪い意味じゃないですけど、はい、コンパクトで、あでやっぱりその本当はガソリン車っていうかエンジンの方がいいですよね。ハイブリッドじゃなくて渋々ハイブリッド選んだみたいな。ガソリン車のダイレクトかもね。もうそう全然違いますよね。あもしあれなら運転します。いいっすか。いいっすよ。いや俺助手席でこう、ああ体感し感じたことがなかった。あよいしょ。多分。でもブレーキはオートなんですか。オートそうオートそう。あついてるか。ね、OK ですね。じゃあ行きます。はいっす。どうかな GS は。おおパワーある、ね。あこれで速いやつ、ね。スポーツデスプラスですね。速、はい、くなる。こんな感じなんだ。そう、やっぱ助手席違うと思う。違うっすね。ダニさん後ろどうだったんですか。いや乗り心地全然いいですよ。これは本当乗り心地いいな。何ですか。まあ3つですからね。さすがだね。これでもびっくりするだろう。これ車高調ねガチガチのイメージありますけどね。あ本当っすよね。やっぱダンパーがいい仕事してんじゃないですか。そう、それはね自分も思いますよ。よく動きますもんね。はい、やっぱり静かっすね。静かっすね。なんかでも走っててちょっと物足りない感はありますよね。止まっちゃうとこエンジンも止まっちゃうからだいぶ一緒ですよね。これは慣れないな俺普段 V8 だから。瞬時にこうガッと出ますね、うん、モーターの力と。でもなんか GS 買って何よりも驚いたのがオートハイビームですね。あ三眼がついてる車なんですかね。あそういうことですか。はい、なんかクラウンも220はなんかその同じようなシステムがついてたと思うんですけど。へ、あとあれですよ、ハンドルを自動でなんかやってくれる。んあの車線ですか。あ、そう逸脱防止みたいな。へそうなんか判断して。へ後ろの乗り心地はどうですか。なんかピタッと収まるっていうんですかね、本当あの不安っていうのも全然ないし、硬いですかね。いやかといって硬すぎるとかそういう感じもないんですよね。しなやかな硬さっていうんですかね、こうたまにはいいコメントするじゃないですか。素晴らしいですね。いやー、よかった。客観的に乗車ができてます。ちょっと、アキさんも。ああ、ぜひぜひ。何もあれっすよ。いや目新しいあれはないっすよ。これ。めっちゃでかいっすね。405。中古っす。あ、これですか。そう、前30につけてた人のが出てたんで。
肩すごいっすかやっぱり。すっげえ。ああ、なんか物語ってますね。マジでやばいっすね。リブが物語ってる。マジでね。じゃ普段あんま乗ってないっすね。二十ですかこれ。二十。あですよね。はい。そのまま快適に乗れる範囲にしてる感じですけど。何時代ですか。9.5っすね。9.5プラ40。え、のタイヤは？タイヤは225、35、20っすね。そう、後ろは245っすね。10.5。あ、10.5。10.5プラ20っすね。2号はやっぱ太いっすね、じゃあ。太いと思います。全然いけると思います。あ、結構リムも平気そうですね。大丈夫です。3号ならあれ。3号ですかこれ。3号です。あ、3号だからか。多走行っていうことだと。22とかですか。え？23万キロ弱です。何のせい？これ自分のっす。これも経験ですよ。V8？ V8 ですね。ええ。サンマルコーギーっすね。あー、めっちゃいい匂いする。中間からですけど、中間ですね。あー、これがいいっすよ。この匂いが、らしいスポーツカー乗ってただけの体力の匂い。ディアも歩くんじゃないですか。ディアだけっすね、多分。サンマルとかにすればね、もっと下がるんですけど、もう普段が大変なんですよ。